上400年を迎える島原城。その機運を盛り上げるべく、さまざまな記念事業が行われているところです。その一環として、2024年4月6日、城の日に天守閣をバックに100人の琴演奏でギネス記録に挑戦する企画、桜桜プロジェクトが進行中で、去年の7月から島原城お琴教室がスタート。現在38名の小中学生がチャレンジに向けて練習を続けていて、1月14日にこれまでの練習の成果発表の場として演奏会が開催されました。和装でステージに上がり演奏を披露する子どもたち。指導に当たるのは島原半島を中心に音楽活動を展開する邦楽ユニット幻想家の伊藤かすみさんです。伊藤さんは今回のギネスプロジェクトにあたって作曲も手掛けています。そんなプロの音楽家の指導のもと、毎月2回の練習に励む子どもたち。ほとんどの子が琴に触れるのも初めてだったそうですが、回を重ねるごとにめきめきと上達し、この日は主催者も感心するような立派な演奏を披露していました。演奏曲も子どもたちがそれぞれに好きな曲を選曲。ギネスチャレンジでも演奏する桜桜のほかに、童謡やアニメの楽曲を選んで練習してきた子もいて、美しい和の音色を響かせていました。島原城お琴教室がスタートしたタイミングで通い始めた子もいれば、途中から参加した子もいて、学校では習わない楽器に興味が湧いたり、テレビで見たことがあってやってみたくなったりと、ギネスチャレンジをきっかけに琴を習い始めた子どもたち。チャレンジを終えた後もお琴教室は続いていくことが決まっていて、関係者は歴史の深い島原という地域で古き良き和の文化が深みを増していってほしいと話していました。日本の文化にもっと親しみたいと思ったからです。難しいところもあるけど、練習したらどんどん上手になるところが嬉しいです。お琴の音色が綺麗で面白そうだと思ったからです。みんなで一緒に協力してギネスに挑戦したいと思います。ギネス記録をですね、挑戦する、プロジェクトで、始まったんですけども、もともとですね、この邦楽、お琴を、後世につなげるという、意味合いをですね、持たせて、始めた教室であります。なのでこの教室自体が、10年、20年とですね、長く、続けれるような、教室にしていきたいと思っております。来年4月6日、城の日のギネス挑戦へ向けて練習に励む子どもたち。島原城お琴教室ではまだまだ生徒を募集しています。ギネスにチャレンジしてみたい、日本の伝統楽器琴を習ってみたいなど、興味関心がある方は島原観光ビューローへお問い合わせください。